さて、瀬戸内の初夏の味覚、シラスや小イワシの漁が今日解禁されました。飲食店は早速、旬の味を求め賑わった一方で、小イワシの入荷量は去年の3割余りにとどまりました。お昼時の呉市内、飲食店には開店前から行列です。お目当ては今朝取れたばかりのシラス。ランチは食べ放題です。今日はどちらからいらっしゃったんですか？福山です。福山から、ね、これシラスのためにわざわざ？そう、わざわざ来ました。やっぱり生で臭みがないよね、取れたてやから。めっちゃ美味しかったです。この後3杯という予定です。朝取れた新鮮なシラスいただきたいと思います。あっさりなんですけど、歯ごたえも甘みもしっかりあって、いくらでも食べられそうです。茹でてよし、生でもよし、初夏に丸ごといただく海の幸が解禁です。夜明け前、漁場を目指す呉市の網元、もみじ水産。仲間の船と協力し、魚の群れを追い求めます。午前5時を過ぎました。今年もシラス漁が解禁され、大きな網が下ろされていきます。2隻の船が長さおよそ300メートルの網を広げてシラスを追い込んでいきます。船を走らせること2時間。3センチほどのシラスが網いっぱいにかかっていました。初水揚げはおよそ 1.5 トン。例年通りの収穫に一安心です。今日、もちろん初めて見たんですけども、魚もそれなりに綺麗ですし、思っていたよりも成長しているというのが、大きくなっているんで、良かったかなと思います。水揚げされたシラスは加工場に運ばれます。生だけではなく、釜茹でした商品も早速県内のスーパーなどに出荷されました。全国的になんか少ないっていう話はもうね、以前から聞いてるんですけども、そういった点では広島の方、特に呉なんかは、例年並み通り取れてるんで、問題はないかなと思ってるんですけども、コロナでね、この 2,3 年ちょっと元気がなかったもんなんで、今年こそはという意気込みで頑張っていきますんで、皆さんに美味しく食べていただきたいかなと。一方、解禁はこちらも瀬戸内の名物、小イワシです。しかし、入荷した市場では異変が起きていました。アイスありがとう。再現7500円、買収で32番米重さんの再現8000円。体長は9センチほどとやや小ぶり。そして初日の入荷量は 2.3 トン、去年の3割程度にとどまりました。年々この解禁日っていうのに、その型が小さくなっているような印象を持ってますんで、ちょっと今後どういうふうになるかっていうふうに言うのはちょっと分かんないんですけど、いいね、あのサイズの小イワシなんかが上がってくれればいいんですけどね。食卓に並び始めた今シーズンの初夏の味覚、漁業関係者は今後の水揚げに気をもみながら、夏の最盛期に向けて漁を続けます。